原田武雄タケポンは言った。動きを仕掛けているのはロンドンシティだ。ニューヨークのウォール街にいる連中ではない。台米従属の酔っ払いに捧ぐ。英国本尊説。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は5月の4日の水曜日ですね。3日前の5月1日の日曜日に配信した回がですね、非常にありがたいことに配信回数最近の中では非常に伸びているという状況になってまして、配信直前に確認をしたところ816回ということと、あとはチャンネル登録者様の数もですね、ゴールデンウィーク前に比べると、20人以上増えてまして、これも配信直前に確認したところ361人ということで、本当にありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。で、昨日もですね、エリカ先生の鑑定に同席をさせていただいてというところで、で、昨日のご依頼人様もですね、ダン・リブラチャンネルの視聴者様ではあって、で、非常に、女性の方だったんですけども、非常に冷静が高い方で、いろんなことをご存知で、理解力も高いという方で、非常にこう感銘を受けた、鑑定では昨日もあったんですけども、で、その方にお聞きしたところ、ダン・リブラチャンネルがですね、まだチャンネル登録者数が10人ちょっとぐらいの時にチャンネル登録してくださって、それ以降聞いてくださっていると、いうことで本当にこうありがたいなというふうに感謝の気持ちが湧いてきたというところと、あとは昨日の鑑定者様だけではないんですけども、以前からですね、ダン・リブラチャンネルの視聴者様が、極めてこうレベルの高い方たちが、揃ってる、多いということは、前々から感じてるところではありますので、引き続き、視聴者様のこうレベルにちゃんと合った、レベルを維持した、チャンネルに今後もしていきたいなと思いますので、ぜひ、引き続き、よろしくお願いいたします。はい、で、今回はですね、タケポンイーシアの、ツイッター、5月1日のツイッターからですね、情報をもらってというところの配信になります。レジュメ左側の方ですね、ご覧ください。出どころはですね、ウェブナイル、時代を読む原田武雄、第26回、ロンドンシティの、作望と日本と、いうところからの、抜粋です。で、このウェブナイルという、今回の出どころからはですね、以前の配信でも取り上げました、日本銀行日銀と、中国人民銀行との、国際勢力を通じた、親和性関係性もこう取り上げたところでも、お話し、したんですが、これもウェブナイルからの抜粋という形だったんですが、このウェブナイルに出ている記事ですね、私も全部見たわけではないんですけども、記事自体は2013年、4年、5年あたりのものも含めてというところで、ね、結構古いものも多いんですけども、僭越ながらというか、タケポンの極めて優秀なこう部分が出ている記事が多いかなというところもありましたので、この機会にぜひ視聴者様ともこう共有したいなというところでよろしくお願いいたします。で、ちょっと内容の方ですね、順番に見ていきますね。左上の方ですね、アメリカ系、米系最大手投資銀行の日本法人で諜報部隊を務めた人物から、こんなことを聞かされたことがあると。後に我が国のメガバンクによって表向き合併された法人だということで始まるんですが、このアメリカ系最大手投資銀行はこれおそらくモルガン・スタンレーですね。で、この我が国のメガバンクっていうのは三菱 UFJ フィナンシャルグループと
ということですだと思います。まあ、ちょうど私があの三菱 UFJ 証券にこう在籍してた時にあのまさにあのまあリーマンショック直後にまあね、こう、渋々買わされたっていう形だったと思いますけども、三菱 UFJ フィナンシャルグループが1兆円ちょっとでしたか。まあ、1兆円、約1兆円を出して、モルガン・スタンレーを買ったと、まあ、20% ぐらいですが、持ち株比率としては。まあ、一応、まあ、表向きですよね、本当に。表面的に、こう、まあ、買ったと。まあ、合併したというような、形ですね。で、そのすぐ下ですね、原田さん、驚いたことにメガバンクの連中、ニューヨークの本店ばかり調べて、ロンドンシティ、シティオブロンドンにある店舗は一切調べなかったのですよ。本当はそちらに重要顧客情報は全てあったのにということですね。で、ちょっとこう皆さんは大変意外に思われるかもしれないんですけども、まあ僕のまあ、こう実体験だとかですね、あと、まあ、ちょっと想像力も含めて、ちょっとお話をすると、こうメガバンクの幹部であったりですね、まあ、大手証券の幹部、まあ、大手証券の幹部といっても、例えばかつての、ね、この野村証券 の、 大経営者であった田淵節也さんとか、まあ、一部の例外はあるんですけども、まあ、そういったごく一部の例外を除くとですね、まあ、メガバンクの幹部であったり大手証券の幹部というのは、まあ、こうメガバンクの幹部というのは、まあ、はっきり申し上げるとこう超一流大学を出て、そつなく仕事をして、まあ、こう上司に嫌われなかったという方がこうメガバンクの幹部になってますし、まあ、大手証券の幹部というのも、まあ、圧倒的に、人よりも圧倒的に数字を上げて、まあ、上司に恵まれた方が幹部になっているというところが実際のところですので、まあ、私が発信しているようなこう国際金融の、まあ、実態だとか国際情勢の実際だとかですね、まあ、そういったことに対してしっかりこう洞察力を働かせてこう分析をして情報を取ってというようなことをですね、本質的にやっている方は僕ほとんどいないと思ってています。実感としてですね。で、こうそんなことをね、こうやっていたら、まあ、実際ね、出世もできないということもありますので、このメガバンクの幹部だとか大手証券の幹部の方たちの多くの方たちの大多数ですよね。というのは実際本当にこう何も知らないという、ところは本当にあると思います。ですので今回タケポンが教えてくれた今ご紹介したばかりの、シティオブロンドンの情報は何も調べなかったっていうのは、これは僕のもともと思っていた通りの、まあ、実感に沿った、まあ、内容だなというふうには思いました。で、その下ですね、私が見る限り、マーケットとそれを取り巻く国内外情勢に絡み、もっと言えばそこでの動きを仕掛けているのは、ロンドンシティだ。ニューヨークのウォール街にいる連中ではない。そのことを大抵の日本人は見誤っているということです。まあ、つまるところ我らがタケポンもですね、金融の世界の金融の中心は、シティオブロンドン、イギリスロンドンだということを、はっきりおっしゃっていますね。で、まあ、今回ちょっとこうタイトルの方にもですね、ちょっと書かせてもらったんですけども、まあ、台米従属の酔っ払いに捧ぐというふうな表現使ったんですけども、これはご覧になった方も一部いると思いますけども、4月28日の、タケポンの、ツイッターのライブ配信の第4弾の中で、タケポンがちょっとこの酔っ払いっていう表現を使ってまして、まあ、何かというと、またけどなんか、またなんかムカつくことがちょっとあったんだと思うんですけども、まあ、詳細はちょっと省きますけども、私以外はみんな酔っ払ってますみたいなことをちょっと話してたもんでですね、まあ、ちょっとこの表現を使ったんですけども、だからまあ、こう、たけぽの表現を借りると、こう、我々、やっぱり日本人というのは、もう戦後、だからこう、77年ぐらい、もう台米従属一辺倒で、思考停止をしてきたと
いうこともありますし、まあ、それと近い、まあ、状態ということで、まあ、こう酔っ払っている、台北従属で酔っ払っているということが、まあ、実際のところでありますので、まあ、そういう意味ではこう酔っ払った我々日本人というのは、あのイギリスが本尊だと、イギリスが実はあの最強の黒幕だという実態がこう分からないということなんだと思うんですね。はい、で、あれですね。あ、そう、失礼しました。で、そのすぐ下ですね。文章の方ですね。しかしそれもそのはず、ロンドンシティは、新自然と動くから、そうとは決して気づかれないのだ。しかも、期間効率、すなわち、どれだけ短期間に設けることができるのかを追求するのが、米国勢のいつものやり方だとすれば、ロンドンシティは見たところ、そのことよりも歴史を構造として作り上げることに先進している。とても時間をかけて強固な仕組みを作り上げるのであって、少しずつ少しずつのその動きがまさか歴史を変えることになるなど夢にも思えないというわけなのであると、いうことを竹本おっしゃいました。あの今読んだこう太字のところなんですけども、これは僕このタケポに本当に感謝です。なんで感謝かと言いますと、このタケポンの、この文章を読んだ時に、僕のこう記憶の片隅にあったことが、蘇ってきたんです。で、まあ、後ほど今日レジュメの右側の方で、展開するですね、仮説にこのタケポンのこの情報発信文章によって、この仮説につながっていたということがあるんですね。で、この、記憶の片隅にあったことというのは、副島隆彦さん、副ちゃんが13年前の著作の中で、当時の、当時というか、グリーンスパン、FRBC のグリーンスパンがですね、在任中に、まあ、彼が取った金融政策が、こう、まあ、住宅バブルをこう誘発、誘引するような、こう、金融政策を、採用した、理由として、ソエちゃんが言ってたのが、この、ペーパーマネーの、こう、米ドル基軸、もう、この、どうしようもない欠陥だらけの、米ドル基軸の通貨体制を、壊すために、グリーンスパンは、ああいった、こう、住宅バブルを誘引、誘発するような金融政策、これわざとやったんだと、いうことを、ソエちゃんが言ってたんですね。で、僕はその時、まあ、結構な衝撃を受けるとともに、まあ、本当にそんなことってあるのかなっていうところで、まあ、それ以上の、まあ、深い洞察とかはしなかったんですけども、まあ、13年越して今回、タケポンの、この、今読んだばかりの文章を見た時に、まさにこう記憶が蘇って、いろんなことがつながってこう仮説がこう生まれたと、いうことなんです。で、まあ、この右側の説明は後ほど詳しくしますので、ぜひ、ちょっとお待ちいただきたいんですが、その前にレジュメ左側最後の方ですね、左下のところをご覧ください。まあ、賢人たちの英国表と、いうことです。で、私が常々日本の三賢人というのは、原田武雄さん、タケポンがお一人で、もうお一方が、田中堺さん、堺さん、あとは、副島隆彦さん、副ちゃんということで、ご紹介はしてるんですが、まず堺さんの方ですね、英国表ちょっと簡単にいくんですけども、堺さんの英国表は、第二次大戦後の米国覇権は英国、もっと言うとこうイギリスの英諜報会が、まあ、黒幕であるというふうに堺さんは常々、言っています、カッパしていますということで、そのすぐ下ソエちゃんですね。で、これ以前の前々回の配信でご紹介したんですけども、ソエちゃんのイギリス表はエリザベス女王を一番頭に置いてイギリスが悪いことを全部仕組んできたと、まあ、ソエちゃん節前回で、イギリス表を、展開しているという形。あとそのすぐ下ですね、三賢人ではないんですけども、もう三賢人と、まあ、同等かそれ以上ぐらいの方ではあるんですけども、
馬淵睦夫さんですね、元ウクライナ大使、あとイスラエル公使、まあ、さまざま、あとキューバにもいらっしゃったんですかね、馬淵睦夫さんの英国評ですね、馬淵さんの英国評は、ケネディもニクソンもロンドンシティにやられたということですね。でこのケネディもシティに、ロンドンシティにやられたということについては、これ私の以前の配信でですね、あのケネディはあの、まあ、英国王侯貴族 B チームの傀儡だったんではないかという仮説が、まあ、あって、それとはちょっとあの矛盾するんですけども、あの今回のところはですね、ユダヤのこう A チーム B チームもしくは C チームだとかですね、あとはあの英国王侯貴族の、まあ、A チーム B チーム、まあ、C チームもあるかもしれません。このあたりのことについては、あのまた別の機会にもうちょっとこう洗練された形で洞察論は展開していきたいと思いますので、あの今日のところはまあ、この賢人たちの英国評というところとタケポンの情報発信というところを絡めて言うと、まあ、あの英国が本尊なんだということを、まあ、ぜひちょっとご理解いただければという形になります。はい、でレジュメ右側の方いきますね。これ先ほど申し上げたあの私の、洞察仮説というところですね。右上の方大きな字で書きました。アメリカの金融立国化、まあ、これは1980年代後半から始まるんですけども、このアメリカの金融立国化から始まって2008年のリーマンショックで、その後つい最近あの話題に結構大きくなり始めているロシアの金資源包囲制移行、これらはですね、あの全てあの英国王侯貴族 B チームのアメリカドル米ドル潰しの壮大な計画だったのではないかというところが、今回のあの僕のタケポンの情報発信からきっかけをいただいて立てた仮説ですというところです。ちょっと上から順番に見ていきます。まずブレトンウッズ会議ですね。これは1944年の7月でした。まあ、第二次大戦のこう体制が、まあ、決するまではいきませんけども、すでにね、まあ、どっちが勝つかっていうところはもう、見えてきていた状況の中で、第二次大戦後の、まあ、世界の運営ですよね、こう体制をこう決める一つの重要な会議、ではありました。で、このブレトンウッズ会議において、まあ、画面にも出てますけども、イギリスの、まあ、ケインズ案、こう、バンコール構想ですね。まあ、いわゆる国際決済通貨、バンコール構想と、アメリカのホワイト案。これは、アメリカが、まあ、米ドル基軸としての、こう、案ですよね。これが、まあ、一応、まあ、対決というか、持ち込まれたんですが、結果として、イギリスケインズ案、バンコール構想は、不採用という形になりました。で、まあ、詳しい経緯については、まあ、ご参考動画として、今年の3月13日に、原田武雄、タケポンが歴史的予言者となるというタイトルで始まる、配信の回がありますので、まあ、そちらの方、ご関心があれば、ぜひ見ていただきたいというところではあるんですが、まずは、1944年、まあ、78年前に、イギリスのケインズ案バンコール構想が、まあ、不採用と、なりまして、まあ、英国王侯貴族、まあ、B チームと今日は暫定的にしますけども、まあ、英国王侯貴族 B チームが、まあ、敗れたというのが、スタートです。でその後、まあ、ご参考動画も含めて見ていただくとですね、その後のこう国際決済通貨だとか、いわゆる国際通貨制度 の、まあ、大きな流れは3月13日の配信でご案内はしてるんですけども、まあ、その後ですね、大きな出来事としては、ニクソンショック、1971年の8月15日ですね。まあ、簡単に言うと米ドルの後ろ盾、米ドルをこう担保するものとしての、金ですね、これが、まあ、金の後ろ盾が米ドルからなくなったと
まあ、いうふうな、まあ、大変こう、まあ、本当ショッキングなニュースではあったんですけども、ニクソンショックがありましたということです。で、レジュメの方にも書かせてもらったんですけども、ニクソンは共和党の、選出した大統領ということなんですが、伝統的に、共和党というのはこう反イギリス、反英的であるというところをちょっとここでは押さえておきたいと思います。で、その、すぐ下ですね、ここからがですね、ちょっとまあ本題的なところにもなるんですけども、ロバート・ルービンですね。これはクリントン政権時代のこう財務長官でありまして、でクリントン政権はこれ民主党だったんですね。で、これさっきの共和党が繁栄的だというところとこう対照的に、民主党は伝統的に、親英的、イギリスと親和的な政党です。で、この民主党の、クリントン政権の財務長官をやったロバート・ルービン、まあ、在任期間はこう1995年から、1999年というところで、これまさに日本が、まあ、金融恐慌とかも含めて、まあ、極めて日本が苦しんでいた、時期に、財務長官やった方ですし、まあ、僕自身も証券マンになった時がまさにアメリカの、財務長官ルービンでしたから、僕自身にとっても非常にこう記憶に強烈に残っている財務長官ではあるんですけども、このルービンが財務長官時代何をやったかと、言いますと、デリバティブ取引、あとはグラス・スティーガル法の廃止などなどですね、金融、規制の緩和をこれ強烈に進めたのが、ロバート・ルービンだったということなんです。で、このデリバティブ取引、デリバーについてはですね、こう後の、もうやりたい放題のこう証券化商品、まあ、サブプライムローンとかにもこうつながっていくこう素地をこれしっかり作ったのが、このルービンの時のデリバティブ取引の規制緩和でありましたし、あとはこのグラス・スティーガル法というのは、これ1933年、これ、戦前ですよ。まあ、大恐慌の、世界大恐慌のちょっと後ぐらいに作られた法律で、まあ、細かい経緯はちょっと省きますけれども、銀行業と証券業のこう分離をする、まあ、すごく大事な法律だったんですけども、これをルービンがもう実質保護にしたという形で、この法律を廃止しました。で、これがですね、親イギリス的、親英的なこう民主党の、財務長官だったルービンがやったというところは、これ極めてこう重要な、部分ですので、ここも、押さえておきます。で、そのすぐ下ですね、ブルックリンス研究所、これ私何回か取り上げてるんですけども、以前の取り上げ方としては、キャボット家の直営であり、FRB の金融政策に代々こう強い影響力を持っていたシンクタンクですよと、いうことで、でキャボット自体はもともとイギリス由来の、一族で、あるということだったり、その他さまざまな洞察を持って、このブルッキングス研究所というのは、まあ、隠れ英国色が結構強いんではないか、英国王侯貴族 B チームの息がかかってるんではないかという仮説を、もともとご案内してましたけども、今回またそれとはちょっと違う切り口も含めてというところで、ご紹介をすると、これは特にですね、民主党政権には、政策的な影響を及ぼすとともに、こう人材を輩出してきたと。ということで、やっぱりここにもですね、民主党政権に影響が強かったということで、やはりこう親イギリス的、親英的な、シンクタンクであったということです。で、まあ、当然、一方でというところで、保守系とは対立することが多くて、リチャード・ニクソンは、政敵リスト、まあ、政治の敵ですよね、の中に、このブルックリンス研究所の名前を、挙げていたと。いうことなんです。で、これ、まあ、ニクソンについてはですね、ニクソンショックの、まあ、翌年でしたよね、まあ、ウォーターゲート事件で、失脚と
いう形になったんですけども、でこのウォーターゲート事件というのは、これまさにこうイギリスの、諜報部隊であるこう MI6 が、まあ、でっち上げた、起こしたということがこう定説になってますので、やはりこのニクソンとブルックリンス研究所の関係で、このブルックリンス研究所がいわゆる親イギリス的な政党である民主党であるということは、これ極めて重要なまあ、状況証拠かなというふうに感じますね。で、まあ、余談なんですけども、このニクソンはですね、ウォーターゲート事件で失脚してしばらくした後に来日したことがあったんですけども、その時に石原慎太郎とちょっと会食というか、ちょっと会う機会があったそうなんですね。で、その時に石原慎太郎が、まあ、会いたかったなんで、ニクソンにですね、ウォーターゲート事件は、まあ、こういう構造、背景の中で、まあ、起こされたものなんじゃないのかということを石原が言ったらですね、ニクソンは石原の手を取ってですね、涙ながらに、君は分かってくれるのかと、まあ、いうようなことをこう言ったそうなんですね。ですね、もともと石原慎太郎は以前もご紹介しましたけども、東京オリンピックの招致の時にも、この世界というのは、まあ、ヨーロッパの、まあ、いわゆる上層部のわがままを、まあ、アメリカが、まあ、手助けしてるみたいな、ことをこう言ってたんですけども、まさにこの辺りもですね、やっぱりヨーロッパ、特にね、こうイギリスの、アメリカに対する影響っていうのをこう、まあ、示す、まあ、こう象徴的なエピソードかなというふうには思いますね。その下ですね、まあ、グリーンスパンですね、さっきソエちゃんのとこでもちょっと、お話はしましたけども、このグリーンスパンは、在任期間を見るとですね、こんな長かったんですよね。1987年の8月から2006年の1月までということで、まあ、18年と半、もうほぼ20年ですよね。ちょっとこれは長すぎますよね、いくらなんでもね。今、日銀の黒田さんもね、10年間もなく、まあ、経つというところでもだいぶ長いと言われてますから、中央銀行の FRB の議長20年とか、20年というか、ちょっと異常なんですけどもね。で、このグリーンスパンっていうのはもともとですね、ジュリアード音楽院っていう、まあアメリカ・ニューヨークの名門の音楽院に在籍してた方で、サクソフォン奏者の方だったんですけども、まあ、そういったいわゆる背景もあって、 FRB 議長自体何て言われてたかというと、マエストロっていうふうにグリーンスパン呼ばれてまして、まあ、激賞されてた議長だったんですよ。もう本当、ほぼ神様扱いみたいな形で。で、僕が証券マンになった時もまさにね、グリーンスパンが議長でしたから、まあそういった方ではあったんですけども、レジュメにある通りで、2001年からこう金利を歴史的な低水準に下げておくこう政策を取ったことが、住宅バブルの一因になったんではないかなと、いうことにこうなってですね、まあ、当時はね、そんなことを誰も言ってなかったんですよ。金利を下げて住宅バブルになってるのは誰も言ってなかったんですけども、リーマンショックが起こったことによって、まあ、そのような評価をこうされるようになったという、まあ、ちょっととばっちりみたいなところも多少あるんですけども、で、このリーマンショックが起きた時に、いわゆるこう批判の矛先がですね、当時の議長のバーナンキではなくて、グリーンスパンの方に、まあ、行ったという、ちょっと非常にかわいそうな、まあ、ところもあったんですけども、まあ、ちょっとこれも結構ですね、当時もバーナン、あ、失礼、グリーンスパンは、まあ、結構おじいちゃんですから、なんかすごい嫌な感じでしたよね、こうおじいちゃんいじめみたいなところでですね、しかもこうあれだけこうマエストロとかね、神様みたいな感じで持ち上げておいてね、こう住宅バブル崩壊したら、なんかその責任はグリーンスパンだみたいなことでね、やるボコボコにするみたいなところもあって、
で、当時僕なんか割と好意的に見てた日本の経済評論家の中にも、なんかこの件でですね、グリーンスパンを結構ボロカスに言ってる人がいて、僕はそれ以降なんかその方のことすごく嫌いになったということなんかもあったんですけども、そんな形でやるリーマンショック、住宅バブル崩壊の原因を、押し付けられたみたいなところが、あったのが、グリーンスパンだったというところなんですが、僕ちょっと今回これ初めて知ったところで、グリーンスパン、議長を退職した後にこう何やったかというとですね、これなんとですね、これイギリスのブラウン財務相、後に首相になりますけどもね、の名誉顧問として、顧問になったということ。これ僕はちょっと過分にしてちょっと初めて今回調べて分かったんですけども、ここにもですね、ちょっと驚きましたけども、やっぱりグリーンスパンとイギリスとのこうつながりですね、が実はあったということが、分かりました。で、ここで一旦ちょっと軽くまとめに入るんですけども、ルービンが1995年に、民主党、親イギリス的な民主党の財務長官になって、もうデリバティブ取引の規制を大幅に緩和して、もうやりたい放題をやれる、こう、素地を作ったと。で、同時期に、グリーンスパンは議長をやってたわけなんですけども、そのデリバのこう規制をガンガンに緩和したその後にですね、それをこう、いわゆるフォローするような、結果的にかもしれませんけども、フォローするような政策を、グリーンスパンが2000年入ってから、金利を低水準にこう、とどめておくと。いうようなことを、やったと、いうような流れがあって、で、そのグリーンスパンは議長を退任した後にイギリスのブラウン財務省の名誉顧問になったと、いうようなこともあったですね。ここがね、僕の今回の洞察の、もう結論的な仮説にはなるんですけども、この辺りの流れというのは、ルービンとか、グリーンスパンが自覚的であったかどうかは、ちょっと微妙なところは正直あるんですけども、ルービンなんかはちょっとうっかり傀儡の可能性もあるので、イギリスのためにやったというふうにはちょっと思ってないかもしれませんけども、結果として、この流れというのは、イギリス王侯貴族 B チームがもう計画して行ったことである可能性は、十分あるんじゃないかなと。いうところが、今回の僕の、仮説の結論的な部分の、大きなところではあるということです。で、もちろん今表面的にまだね、米ドル基軸になってますし、まだね、米ドル基軸は別に崩壊はまだしてないんですけども、ただこう僕はこうリーマンショックが起きた後というのは、もうこれ事実上、米ドル基軸っていうのは、もう8割方僕は崩壊してるというふうな理解をしてて、リーマンショック終わった後というのは、こう、証券化商品の時価会計を凍結するというような、こう、暴挙があってですね。で、それに、連なるところで、FRB を中心として世界各国の中央銀行が、こう、未曽有の金融緩和をして、今に至るという形なんですけども、ある意味この13、4年っていうのは、実態的にはもう死んでしまっている米ドル基軸の通貨体制を、生命維持装置をつけるような形でこう延命をしているというふうなところが、僕は実態ではないかなというふうに思ってますので、世界各国の中央銀行の、いわゆる未曽有の金融緩和のこう出口戦略っていうのは、僕本質的にそんなものはないと思ってますから、これは崩壊するしかないと、いうところで、見ておくのが、ちょっと正当な理解なんではないかなというふうに思っています。はい、あと最後ですね、残り、英国王侯貴族の計画自体は、今申し上げた流れでも8割方コンプリート、しているという理解なんですけども、残り20%が最後、右下の方に、なっていきます。レジュメの方ですね。プーチンをフリーメイソンロンドンのリーダーにした目的はと、
ということで、これはまさに我らがタケポンの情報発信の、まあ、極めて有益な情報発信ではあったんですけども、政体勢力たるロシアの、トップであるプーチンは実はフリーメイソンロンドンのリーダーであったということです。これタケポンの方からはこれいつ頃なったのかとかいう話だとか、今どうなのかっていうところはちょっと聞けてはないんですけども、まあ、いずれにしてもこうプーチンはフリーメイソンロンドンのリーダーであるというところで、まあ、これは何が目的だったかというところなんですが、これはイギリス王侯貴族 B チームが、いわゆるアメリカ系アシュケナージ・ユダヤ、反アメリカ系アシュケナージ・ユダヤの共闘派として、ロシアの政体勢力であるトップたるプーチンをフリーメイソン・ロンドンリーダーにしたというのが僕の、理解です。で、今の表向きウクライナ戦争をやってまして、で当然政体勢力としてのイギリスとロシアはこう表面的にはいわゆるこう対立、反目し合っているということにはなっているんですけども、ただ、今申し上げたプーチンがフリーメイソン・ロンドンのリーダーであるということを考えると、この、まあ、政体勢力としてのイギリス・ロシアとの対立というのは、まあ、全部とは言いませんけども、多分にしてこう演出、まあ、プロレス、こう茶番劇という側面があるというところはこう抑えておいた方がいいのかなというふうに思いますね。で、そのすぐ下ですね、最後になりますけども、これ先月4月29日の、記事からの抜粋も含めてになりますが、ロシアの金資源法に行こうというところで、少し前にね、3月の上旬ぐらいですか、ロシアが金包囲線に移行しますよっていう、ね、ちょっとこう、観測がこう出てきてはいたんですが、その後ちょっと一旦収まってたんですけども、実は先月の末に、またちょっとこの話が出てきてまして、ちょっと簡単にご紹介すると、ロシア大統領府は29日、4月29日に、通貨ルーブルと金やその他商品の交換比率を固定することを検討していると明らかにしたということで、でここにはレジュメには書いてませんけども、これについてはもうプーチンとすでにいろんな検討をしているということが時事通信の方からこう出ましたという形です。で、ちょっと細かいんですけども、この左下のところに、緑の字でこうロンドン時事というふうに書いてますが、この時事通信というのはですね、今回僕初めて調べたんですけども、ヨーロッパに支局が5個あります。ロンドン、パリ、ベルリン、ブリュッセル、あともう1個がモスクワに支局があるんですよ。なので、これもうど真ん中ロシアの、話題ですから、これモスクワ支局だから、モスクワ時事となってても僕はいいんじゃないのかなというふうにちょっと思ったんですけども、この、ニュース自体はロンドン時事、ロンドン支局からのこう発信になっているというところも、ちょっとまあ考えすぎでうがった見方かもしれませんけども、このロシアのこう通貨制度に関わるところの、配信が、まあ、ロンドンから出てるというところも、こうなかなか興味深いのかなというところですね。はい。では、まあ、こんな形で今日、お付き合いいただいたんですが、まあ、このロシアの金資源法院制が、もしその流れがこう実現するとなるとですね、まあ、ブレトンウッズ会議で、まあ、英国王侯貴族 B チームが敗れてから、こう、実に、80年越しでですね、国際通貨制度のこう主導権争いがですね、五分五分ぐらいまではちょっと来る可能性が出てきているというところです。ですんで、まあ、今日、左側のレジュメの方でご紹介したタケポンがおっしゃった通りで、
とても時間をかけて強固な仕組みを作り上げて、少しずつ少しずつその動きが、まさか歴史を変えることになるんだと夢にも思えないというわけなのであるということがですね、こうまさにこうちょっと夢にもちょっと、まあ、日本人の感覚なんか特にそうなんですけども、まあ、夢にも思わなかったようなことが、ちょっと現実化しつつあるというのがこう今の、国際金融情勢、国際情勢なのかなというところで、今回はご紹介させていただきました。あ、そうですね、こうダンニブラチャンネルはですね、まあ私自身が田中堺さん、堺さんのこう影響を結構強く受けているということもあって、まあイギリスだとか、イギリス王侯貴族、イギリス王室、なんかの話をですね、こう一般のチャンネルに比べるとかなりこう強めに、しているというところが一つの特色ではあるんですけども、まあ、今日の配信は、まあ、これまでのそういったこうイギリス、英国王侯貴族、絡みの話のですね、まあ、一つの、本当に小さな小さなものですけども、まあ、一旦のこう集大成的な、ものにはなったかなというふうには思うんですけども、まあ、私ね、まあもうご存知の通り、在野の一兵卒ですから、まあ、在野の一兵卒のいいところっていうのは、間違った時にこうすぐに修正ができるというところもありますので、まあ、今後もこのイギリスの話題と合わせてですね、まあ、ユダヤ勢 ABC チームの動きであったり、まあ、イギリス王侯貴族 ABC チームの動きであったりをですね、もうちょっとこう洗練された形で、またお伝えしていきながら、こうより良いチャンネルにこうしていきたいなと思っておりますので、まあ、このゴールデンウィークにチャンネル登録してくださった方もですね、あと、まあ、子さんの、視聴者様にもですね、まあ、ぜひお役に立てるような配信をこれからもやっていきたいと思いますので、今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。